パカリンコ、まさかの、見て、グソクムシウィンナー、マスコッティ、やばくね、グソクムシのウィンナー、しかも、これね、実際に作れるみたい。ほら、グソクムシウィンナーの作り方。こうやって切るんだね。ウィンナーの縦に、ぐるりと深めに切れ込みを入れると。で、切り離さない。で、背中側に横に数本切れ込みを入れ、こうやって、焼くとこうなると。で、目はゴマなんだって。すげえ。これめっちゃ可愛くない？これ実際作ってみたいよね。いや、これやってみるわ。これ作ってみる。いやー、これマジ可愛い。で、種類は全部で 1,2,3,4,5 種類。動くやつもあるみたいだよ。こうやって走るグソクムシウィンナー、これはね、走るんだって。ストラップがついてない代わりに走る。こうやって、わあ、これもいいね。で、レアはでかい。うわー、グソクムシウィンナー、すげえ。これ実際に作ってみたい。目はゴマね、ゴマ。かわいい、グソクムシ。でもグソクムシって食えるみたいだよね。美味しいらしいよ、結構。うん、テレビで見たけど。おー、あとリュウグウノツカイとか食ってみたくない？俺の栄養にしたい、筋肉にしたい、リュウグウノツカイ、エネルギー、あとグソクムシ。うわー、すげー。なんか切れ込みが本物みたい。ほら、みんな気持ち悪いなここだけ見るとなんか気持ち悪いね。お腹側と頭側を切るんだ。で、触覚になるところに切り込みを入れると。はあ、すげえ、これ考えた人天才じゃん。いや、これ今晩やってみよう、マジ楽しみ。出来上がり写真アップするわ、ツイッターに。これすげえ楽しみ。つうかさ、もうこの時点で本物みたいじゃない？うまそうなんだけど。うわお、うわ、かわいい、おちり、本物みたいすげえ、このさ、切り込みのとこ見て、本物みたいじゃん。前から見るとなんかかわいいよね。うん、なんか萌えを感じる、こいつに。すげえかわいい。おー、グソクムシウィンナー、うまそう。これ食ってみたいね。マヨネーズと醤油で食べるわ。よっしゃ。ということで、今回はグソクムシウィンナーマスコットのレビューでした。いや、これね、めっちゃかわいい、すげえかわいい。しかもね、意外にでかかった。もっと小さい感じかと思ったんだけど、実際持ったらね、重いわ。いやー、かわいいな。で、次回はね、この動くやつ狙ってくる。こいつね、レア。あとでかいやつもできたらゲットしよう。200円で安いからね、結構バンバン回せるわ。全5種しかないから、コンプしようか。おー、これうまそうだな。これやってみる、マジでやってみる。すげえかわいい。じゃあまた次回、動くやつでお会いしましょう。最後は、いやー、かわいいの、白いグソクムシみんな、バイバイ。超かわいくない？いや、前からかわいいよね。萌えを感じる。